はい、どうもこんにちは、ラクラクラクです。今回から新しく実況プレイしていくゲーム Never Dead やっていきたいと思います。コナミさんのソフトです。こちらはまあプレイステーション3用ソフトの Never Dead でございます。ではまず早速プレススタートですね。押していきましょう。プレススタート。ネバーデッド。はい、ネバーデッド、初めてやっていきましょう。初見プレイです。まあ皆さんからの評価というのはものすごく良くないと言われるゲームなんですが、どんな感じなのかよくわかりません。この中央にいる、右側にいるお方がね、500年前にね、魔王に挑み妻を失い不死身とされた デモンハンターのブライズ、現代 NADA に雇われ、酒代を稼ぐ日々、町には悪魔の影が、忍び寄りつつあった。不死身がゆえに、腕や足、頭さえ外す、身体を施して敵を巻き込み倒す、死もなければルールもない、前代未聞の不死身アクションが今ここにということで、この主人公は不死身のようですのでね。でジャンルは TPS アクションということでやっていきたいと思います。早速いきましょう。ノーマルでいきましょうね。捜査官が悪いとか評判されてますが、どんな感じなのでしょうか。でシステムとかねよくわかりません。TPS なので、銃とかは出ます。説明書は全く読んでおりません。続けていきましょう。丸ボタン、ロードに丸を押すパターンですね、これ。さあどんな感じなのか。映像は綺麗ですね。映像はものすごく綺麗ですね。銃ですね。女の人はモンスターと戦う感じ。いいわよ、来て。バックステップからの打ち、いいですね。めちゃくちゃ画質いいですね、これ。映像はものすごい。ちょっとどいてよ。乗られるの嫌いなの。そうです。もうサブマシン。こちらマクシミル捜査官。はい。マクシマル。マクシマル。了解しました。ブライスと合流後、そっちに向かいます。ブライスが主人公みたいですね。ブライスね。あのクソ親父。クソ親父みたいですね。はい。我が名はブライス・ボルツマン。悪魔にあだなす者。我と我が一族の名にかけて、サングリア。貴様を怪人にキスとしよう。くぅー、いいサーモンピンク。おっとおっと、ちょっと待ってくれ、この声は。にじみ出るほっこり、すぐほっこり。人間の何がうまい。おバイキンマンだ、バイキンマン。いよ。俺たち悪魔族は、魂の色が見えるんだな、これが。その戦火に燃えた志が通らないと。すごい、俺こういう感じ好きかもしれない。これが最高の味付けをしてくれるってわけだ。お前らの例えで言えば、そう、ネギトロ。ネギトロ。これ。トにもだ。あ、そして核にもだ。じっくり味わせてもらう。そのトにもだ。あ、核にもだ。いただきます。せっかちはいけない。あ、申し訳ない。わわわ、すげえすげえ、これ映像やば。ちょっと待って。あ、バツでジャンプ、 R で、標準、L で移動、バツでジャンプ、 OK、 重攻撃、
右射撃、右左あるんだね。何まるで何コンバットロール両打ち、おおすごい両打ち、うわ来た来た来た、2つジャンプ、 OK。 ちょっとバイキンマン待て、どこ行った、見えない上どこ、おーおーおおお、急に現れるな、すごいこのシューティングアクション、この感じ俺好きだけど、なんで急に動いた、いやちょっと TPS は苦手なんですよねあのなんていうか狙いを定めるっていうのがあまり得意ではないんです。どこだ、いたいた、なんなのこの、まるで回避ですね、いた、今のまるですね、了解です、やばいかっこいいこれ、ちょっと待ってすごい楽しい、めちゃくちゃ楽しい、でもすごいスピード感でちょっと俺ついていけてない、喋れてないです、よし当たってるのかどうか判定がちょっといまいちですか、OK かな、 OK です、 Never Dead、 あの日、多分さっきのが若かりし頃の、主人公でしょうね、やばいこれものすごく面白い、あ、もう時間かと思った、もうちょい寝かせてくれよ、これが主人公、ほら、読めなかった、ちょっと生気癖のある感じ、わおわおわお、ハニーウェキウェキ起きて、ウェキウェキ嬉しいね、恋人気分だダイナミックだったけどね、リクエストには答えるわよ答えられる範囲で、でも恋人にいきなり射撃はないよな常識的に考えて、モーニングコールならしたわ、常識的でしょ、朝は弱くてね、俺そういう人間だ、俺も朝弱いんですよねもう人間じゃないくせにそれで雇われてるんでしょところでさ、前回の報酬をもらってないんだが、仕事よブライス・ボルツマン、ブライス、しっかり名前を覚えたいところ、名前を覚えるのがあんまり得意じゃない、町外れの精神病院でコード3、対象は状況から見てソードピック、最も近くの DH はあんたってわけ、あの分かりやすい言葉で、それよりささっきの話、報酬はいつもらえるのかな、あんたが壊した消防署のエントランスとガラスの請求金額も同時に知りたい、そんなこと言うなよ、俺だって食っていかなきゃいけないんだ、うん、食わなくったって大丈夫じゃないっけ、例えの話だよな、頼むよ、お前が美人で優しいってことは隠そうったって隠しをするもんじゃないぜ、もちろん美人で優しくて人気者の私は支払ってあげるわ、多少多少今回の仕事を無事終わらせたらねやっぱそんなところが美人で優しいってくだりは撤回だいいですね、俺このノリ好きですよ、めちゃくちゃだしょいや面白いかもしれないめちゃくちゃ面白いかもしれない、これちょっと期待が膨らみますね、いやアビリティっていうのがスキルのことなのかな、どういう感じのアビリティなのか、マップ上の炎と電光電圧は戦闘に有利に、戦闘に有利に利用できる、はいはい、うわすごいこれ、誰もいないみたいだな、誰もいない、ここはすでに敗因になったところよ、ほう、最新部でカップルが怪物見たってんで通報、おいおいなんだってこんなところにいたんだ、
全くだ。肝試しでもしてたんでしょ。で、踏み込んだ警官が発砲するも無効。でもって私たち、正確にはあんたの出番ってわけ。なるほど。あんたで十分じゃないのか。誰かさんにデートすっぽかされたおかげでたまたんないの。わかったわかった。ちゃっちゃと終わらせようぜ。よし、ちゃっちゃと終わらせようかな。というわけで、なるほど。リローディング、ああ、有限か。たまには限りがあるみたいですね。うお、びっくりした。急に来たかと思った。弾が欲しいですね。武器とかなんかないのかな。丸で回避、コツでジャンプ、エイムもありますね。 R スティック押し込み、これが弾かな。おお、 XP アイテム、XP アイテムで XP を獲得できます。金色は XP アイテム大、赤は XP アイテム小です。了解です。小っていうことは何だろう。リロードは四角かな。ちょっと一発撃ってリロード四角、 OK。 ちょっとこれあれ、一発撃ったらどっちも減るんだ。お先にどうぞレイディ。どうぞ。あんたが先よ。パンツ見るでしょ。あ、そういう問題。パンツは遠慮と。あ、そういう問題。ちょっとこれどう区切りましょうか。スタートボタンを押してみましょう。おう、ね、できますね。ではセーブはどうなんだろう。あ、オートセーブか。ブライザー不死身ですか。あー、読めなかった。よし、じゃあブライス、はい、ここのドアは鍵がかかってるわ。どこですか。もう行っちゃったの。上から回ってきて中から開けて。あーと、ここ。了解、お姫様。早くよ。はい、了解です。結構物動きますね。おお、面白そう。こうやってちょっとね、デバッグモードちょっとやって撃ったりとかしてみたり、うん、跡がつきますね。お、何もなかった。うん、物理演算はしっかりしてるみたいですね。そんなことはいいか。すごいな、森の中にこういうとこあるんだね。XP、XP。いやあ、二人とも。いやあ。朝早くからすまないね。誰でしょう。局長。局長ですか。とんでもないです。局長こそこんなお時間に。いや、部下だけを働かせるわけにはいかないな。うん。俺は部下じゃないんだけどな。気を悪くさせたなら謝るよ。調子はどうだい、ブライス君。ちょっとなんか悪くない。当分死にそうにないよ。よかった。これから私も。通信で本部からサポートさせてもらうよ。開かないな。これジャンプして、ん、何で行くの。回避、しゃがむ、ん、どういうことだこれ。ん、どういうことだこれ。あ、こういうことか。リロードに、おうおうおう、壊れすぎじゃないか。なんかないですか。お、弾だ。おお、一気に300になったよっ。動画の区切りはこのスタート画面になります。スタートボタンを押した時の画面になりますので、そこからスタートを再開するかもしれませんが、一つの動画は30分区切りとなっております。じゃあどんどん行きましょう。この真ん中が二重になる時って何か意味あるのかな。エイムしやすくなるとか、動きながらだと、ああ、なるほど。動きながらだとエイムが外れるよってやつですね。ん？撃ってみるっていうのは関係ないか。関係ないです。これも撃てばいいのか。あ、関係ない。ん？キープアウト。完全に閉じられてますね。どんどん進んでいきましょうか。あ、どうすりゃいいんだ。開かないみたいですね。何をすればいいのか。お？お？いきなり積んだぞ。撃てばいいんじゃないの？ちょっと弾の限りがある。おー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 。あれ？どうすればいいんだ。これ全部壊すとか。
関係ない、痛い、ちょっとダメージ受けるのないな壊れないですよ、だって。こっちかこっちか、そうか、ちょっと俺やばいかもなやばいかもしれない。はいはい、聞こえます。ちょっと大きくなって、そこのパネルでここのドアを開けてちょうだい。あ、ここですか。嫌だと言ったら。私は構わないわ。あんたがそこで一生を終えるだけだからそれがなかなか終わんねえんだ、これが。そうなんだな、これが。いいアクション、四角ボタン、ポチッとな。足が取れた致命的なことでもブライスは死にません。ゲームを進めるには、時に利用しなくてはなりません。ブライス、分かってるとは思うけど、あんたは不死身だけど、私は違うからね。はい。どっちが幸せなのやら。ちゃんと守りなさいよ。これだぜ。リコレクション。ブライスは人間ではなく不死身の体です。敵の攻撃によって、体の一部が剥がれる場合がありますが、コンバットロールで拾うことができる。なるほど。回避すれば拾うことができると。ただ、あんたも手足が落ちたら拾いなさいね。はい。拾うときはコンバットロールよ。これです、ね。これまたご丁寧に。頭だけのときは胴体とくっつけば元通りよ。まあ、放っておいてもしばらくすれば生やせるけどな。生やせるとかそういう問題がある。どうすればいいんだ。開けたわ。あ、これどうも。ありがとうございます。ブライス、アピー。こいつらが敵みたいですね。どこ？おら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 。XP ポイント、悪魔を倒すことで XP ポイント、経験値を獲得します。XP ポイントを消費してアビリティを獲得できます。おらおらおら。近距離ってどうなんだろう。近づいたらでいいのかな。どこにいる？うわ、眩しいんだよ。わっしょい。リローディング。あぶね、リロードはちょっと気にしなきゃいけないですね。早い早い、走るの早くないですか。400。デッドエンドだな。デッドエンド。ドア。ドア開けるにはバタフライブレードで、鎖を切ってください。四角、装備変更。装備変更、L1 でロックして R でブレード。ああ、なるほどなるほど。そのドアならブライス君のバタフライブレードでなんとかならないか。バタフライブレード、やってみよう。こうやって、わお、ふう、あ、なるほど。ラッわっ、縦切り、横切り、なんもなんないぞ横から来たこっち？こっちの話？違うの。え？どういうこと？あ、こいつらは切れた。鎖を切れって言ったよね。こっちじゃないよな。こっちだよ。ほら。俺ちゃダメかも。よし。三角で切り替え。なるほど。いいですね。俺この遠近両用を使えるのは好きですよ。来た。ブライス出たわ。スプーンよ。スプーンっていうの。スプーンにしちゃ随分強そうだな。なんで？敵のターゲッティング L で敵ロックオン。さあ、音がうるさい感じだな。で、すごい BGM かっこいいっていう。ほら、ほらほら。すごい、スティックぐるぐる回してるだけでいける。タイムストライク、ブレードを慌てて振ると十分な攻撃を十分な攻撃力を与えられません。強力な攻撃発動時にはブレードから、奇跡が出ます。つまり構えてしっかり放つって感じですね。かっこいい BGM。 おらおらおら、すごい。3回、うわ、リジェネレーション、
L3 押し込みで失ったパーツを再生できます。ただし右下の、エビルアイが赤くなる赤くない時のエビルアイエビルアイに、丸できる。 OK ほら OK いいかな。 BGM めっちゃかっこいい。ドゥンドゥンドゥン。アビティ悪魔を倒すことによって、XP ポイントを獲得できます。獲得した XP ポイントを消費してアビリティを入手できます。セレクトを押すことによってアビリティ画面に入ることができます。購入したアビリティ装備を忘れずにしましょう。ちょっと BGM わわわわいきなり購入に入るか。はい、まだ時間あるね。はい、じゃあ何を買おうか。エイムモード射射、射撃時、トリガーのたびに、自動的に近くの攻撃敵に標準が動く。これ一番いいかな。瓦礫でのダメージプラス20。どういうこと？あ、なるほど、相手のか。地の攻撃力上昇、これがいいかな。普通ジャンプ力の高さ倍増、まずこれかな。こういうのは一番大事だと思います。 R1 でアビリティ装備購入しますか。はい、よし、ジャンププラス。おお、待て待て、まだ買う。攻撃力アップが欲しいな。レッドバッドキックの、衝撃、歩幅移動、歩幅移動とかあるんだ。移動速度と上昇、まだちょっと貯めときますか。ジャンプ力倍増で、ちょっと BGM がうるさいかもしれませんが、今回はまず、試しにアップしてみます。うわちょい、どこいる、いた、ほらちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、なんか変な名言が出たぞ。やられたらやり返すって言ってましたけどね。そしたらもう倍返しだとしか言いようがないんですがおおお、なんかすんごいブルってますか。コントローラーめちゃくちゃブルってますが、来た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 、ほら、おい、すげえ真っ二つになる。こっちとか何もないですね。映像がやばい。あーちょっと待て、おわっしょい、あーあー食われる食われる、どんどん食われる。ちょ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 、いっぱい来るな。ちょっと逃げよう逃げよう、すげえ激しい激しい、リローディング。くそ、やっぱ武器がいい。あとはうわ、どうしたどうした、どういった、ちょちょちょ、わっしょい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 、頭だけとか、ちょちょちょ、しっかりしっかりしっかり、 OK、 ちょっと待って、しっかり見てみました。 OK かな。ちょっと DGM 大きい気がするな。うわ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 、よし、あとはここも進んでいけるかな。もっと楽しい、やばいね。あ、もっと来た感じですね。行きましょうか。ほら、あ、くそ、両腕取られた。ほらほら、ほんとあっちか。ほら、あとはなんか落ちなかった、落ちてない、大丈夫かな。あ、爆弾した。左手はどっちだ、左手はどっちだ、そんなこと言ってる場合じゃねえな。どっちがどっちだ、オッケー、本当に左手はどっちだって言いたくなった。リローディング。さて、もうすげえダーツが飛んだ。ではでは行きましょう。なんだこの、関係ないか、こっちかな。押してみましょう。近くでアクション、はい、お出ましです。おっと、おお、いきなり。大丈夫か、ブライス君、
アルカディア君を助けてやってくれ。助ける、どうやって。近くで手を貸してあげてくれ。近く、NPC の復活。アルカディアは攻撃を受けてダウンすることがあります。近づいて近くで回復してあげてください。お手をどうぞ、お嬢さん。ちゃんとトイレで手を洗った。あ、そういうもんだ。もちろん。この500年で何回か500年で何回かしか手を洗ってないというね。ブロック、バタフライブレット装備中に、L1 と R を同時にホールドで敵の攻撃をブロックします。ほら、ほら、ほら、料理してやるぜ。よっ、ほら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 、これ普通にオラオラでいいんじゃない。ナビゲーションアシスト、下押しでホールドで、下押しホールドで、プレイヤーは目的地への方向を向きます。じゃあ帰るか。私ね、じゃあ帰るか。半熟の目玉焼きとつまらないジョークが一番嫌いなの。半熟の目玉焼き嫌いなのかよ。めちゃくちゃ美味しいじゃないかよ。そこのダクトに入りなさい。はい。嫌いなんだよな。ダクト入る。グズグズ文句を言って私に首を切り離されてダクトに入るか自分で入るか選んで。あいあいさ、あいあいさ、自分で入ります。あれ取りたいな。うらって、このテーブルを使っていきましょうか。いい物理演算ですね。お、いいですね。やばい、楽しい。これなんで評価悪いんだろう。めちゃくちゃ楽しいぞ。お、あ、いけない。こっちか。え、ダクトどこ。ダクトを通れと言いましたが、ダクトはどこでしょう。ここか。近くでアクション。う、ビリビリ、ビリビリ、何した。よいしょ。この転がる感じ。え、どう行けと。近くでアクション。もう一回やんの。何をしろっていう。え、ちょっとよくわかんないな。ダクト通れって言うんでしょ。え、ちょっともう一回。じゃあな。あ、なるほど。あ、そういうことか。体バラバラになっていけということだ。ということで時間です。いやー、パート1これで終わりますが、めちゃくちゃ楽しいですねこれ。今回はね、あの、こ、これ首になっちまった。首になっちまったということで、これでダクト取るみたいですね。面白い。いいですね。バラバラになるっていうのがものすごくいいですね。で、操作感なんですがね、なんか言われるほど悪くはないんですけど、どうなんでしょう。言われるほどっていうか、評価されているほど悪くないんですがね。評価で言ってるほどか。いや、ものすごく楽しめますね、これ。ということで、次回はこのダクトをね、顔だけで通っていきたいと思います。では、今回パート1はこれで終了します。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では、次回お楽しみに。さようなら。